30チーム、凄まじいな。さあここでこれはもう好カードですよね。決勝でもふさわしいとも言える。なんかもう日本語おかしいけど、ワンピー側は、はい、まあバルセロナでベッシュとかシャビとかいう名前出てますが、はい、ワンピー M ダッシュ、2ピーが YD。さあ M ダッシュの方はキャラはビリケスキング、対する YD は裏高手のシャンフェ。まあ、こうやって見るとやっぱりガチラ2人使えてる YD さんの方に分があるじゃないかって。そうですね、しかしちょっと最初のファーストタッチで YD さん的にはちょっと美味しくない状況になっちゃいましたね。右っていく、1ゲージ溜まってしまったのがでかいか、今の側に。さあアッパー漏れてしまう、これは M ダシが相当でかい。さあキャラ差を覆してビリーで先発を制す。さあ無印でよく見たカード、しっかり決めていく。ちょっとパワーダウンしてしまったキャラですが、いやしっかりコンボ決めていく。YD さん側はここなんとかしたいですね。そうですね、あまり崩し能力が高くないキャラだけど行かなきゃいけないところをうまく対処して M ダッシュが2立て。しかし最後は中華、中華 YD さんといえば中華ですわ。いや全く関係なくはないんですけど、はい、確か実はこのキャラ中国じゃないんですよね。中国人じゃないんで、確かに。マジっすか。確か国籍アメリカ、使えてる人が中国、そう国籍アメリカなんだこのキャラ。じゃあなんて言えばいいんですか。アメリカン。分かんない、最初アメリカン。そうそう、まあそんな感じ。あ、しっかりしている。さあ当たった、高い。これはまだ全然ありますね。そうですね、件数でシャンフェイなんてやったことないでしょうから。確かに。さあここで入れてしまうと、はい、一気に苦しがしまう。さあ減る。さあた、おー、マジで差し込んでいく。これがアメリカスタイル、差し込みは完璧。すごいな、完全に内野心の空振りですかね。そうですね、やり込んでる。これもまあ YD さん的にはやれなくはないと言っていた組み合わせなので。さあ、いや、大丈夫、待って。おお、よく見ている。ダブルトバー、あーっと、ここ入ってしまう。大怪しい。さあ、ベロムが当たらない。さあ、少しエムダッシュも危ない、足払い。さあ、どうなるこれ。あーっとミラージュさん、打撃投げがミラージュに入ってしまって、素晴らしい。これは場内からも拍手が湧く。駒投げいったのかな、M ダッシュは。まあダッシュ打撃投げですよね、きっと。逆にコマンドが入ってしまったところを刺された感じですかね。すごいな。さあ続いて大将戦、ワンピーはシャビ。シャビって言っても通じないと思うんで、まあ、ナルトさんですよ。バーサストンカツ。さあナルトさんはだいぶプレッシャーがかかる一戦でしょう。さあシャビはキャラ固定にもかかわらずあと1キャラでなぜか時間を稼いでいる。まあ順番となんかいろいろ考えてるんでしょうね、この間に。オーダーセレクト。さあ、とんかつの方はまあ、本当にいつもだと普段使ってるキャラがやはりそこまで強キャラでないだけあって。そうですね、ほぼでしょうというのも、はい、あの本キャラに近い構成を組めるっていうのはでかいですね。対するシャビことナルトの方は得意キャラのカスミを据えてロバートと共に、さあ、この表ロバートのキャラレシオセルだけあってきつい、苦しい。さあ、しっかり。マジか。
対策している。前尾巨勝利リーコする。さあ後転はダメですよと。まあ駒投げも、まあ、視野に入れた遅らせの無敵投げですね。さあシャビ中継は強忍。さあめぐりしっかりガードしている。あー、トンガさんが完全にこうペースを握ろうという動きが見えますね。さあちょっと反撃を見せてしまうが、おっと対空か。さあリーサー刺さる。さあリバダイはダメですと。トンガさんが自分からこう流れを作りに行こうっていう動きがいい方向に進んでますね。そうですね、非常にこの辺がバイスの恐ろしいところ。さあ逃がさない。これはあっと届かない。しかしこれはでかい、リーチがかかる。さあさあしかしナルトさんといえばこの霞、霞ゲージも十分に残しているため逆サンタでも十分に可能でしょう。そこをどうするかトンカツ。さあ投げていく。ガーディアン玉田さん剥いていく。さあ一発一発がうま、しかしスイカ出ない。さあちょっとガーディアンもここで逃げ返ってしまったが、なんとか通常投げで返すが、ちょっとこれでガーキャン2回使ったのか。そうですね、厳しそうですね。どうなるか。ここでゲージ差があるのがナルト側には相当きつい。さあハクサト、これが強い。さあ大事なに前提点に、あーっと出したプレッシャーか。ハイクにならない。さあ目覚めまで脱出して、しかし走りの前に5番先行。さあ、とかない、やるぞ。うわー、あーっと苦しい。あー、勝ったのはとんかつ、味噌汁の歌だ。バルセナを下す最優勝候補がここで落ちる。まいやすごかったですね。お互いがいい試合でした。非常に普段使ってないキャラだと向こう側も技の距離とか的確じゃないから、あそうですね、確かに空振りの時とかに気持ちよく差し込めて、確かにあそこすごかったな。はい、じゃあ行きましょう。はい、